こんにちは、新代理メンバーの高橋鈴鹿です。本日はですね、民謡卒就活生の10月の動き方について聞いていこうと思います。完全無料のキャリアサービスを提供されている稲田さんとのコラボ動画になっております。気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。早速自己紹介の方をお願いしていこうと思います。株式会社稲田さんの松下と申します。普段はキャリアアドバイザーとしてサポートさせてもらっています。本日はよろしくお願いします。はじめまして、稲田さんの安本と言います。キャリアスクールの責任者としてキャリアコンテンツの企画であったりとか、そういうことを普段やらせてもらってます。今日はよろしくお願いします。サマーインターンの選考が結構終わってる時期だと思うんですね。新大理に民謡卒の子何人かいるんですけど、インターン結構落ちちゃってて、サマーインターン全落ちとかでも本選考の時期納得ないってとか取れるものなんですかね。大丈夫かどうかみたいなところでいくと、はい、結論大丈夫かなっていうふうには思っていてですね、はい、サマーのインターンって一番就活し始めの頃なんで、いわゆるこう有名系の企業さんとかそういうところを受ける方っていうのが非常に多いかなっていうふうに思っていて、でそのあたりの企業さんって大体倍率高いところだと50倍とか100倍ぐらいまで、すごい狭き門というか、そもそもサマーのインターンでしっかりと、まあ、複数日程のところを合格もらってくるって、そもそも無理でも、まあ、仕方ないよねというか、まあ、割と安心してもらっても大丈夫なんじゃないかなと思っていて、であとはサマーのインターンと本選考でも企業様の目線から見た時に、そもそも選考する基準とかもやっぱり違ってたりはするんで、はいはい、なんかサマーのインターンダメだったからといって社会人になれないんじゃないかとか、なんかそんな不安までは持たなくていいんじゃないかなっていうふうには思いますね。具体的にその10月は何をすべきかっていうところを、ちょっとこれからの就活のスケジュールも合わせてお聞きしたいなって思っております。まずスケジュールからお伝えをすると、はい、オータムのインターンと、あと企業様によって様々ですけど早期の選考が始まる時期っていうのはあるんで、はい、まあ、そういうイベントほどがあるスケジュール感かなっていうふうに思います。で、秋冬年内はどういうことすればいいのかっていうのをお聞きしたいです。大きく3つぐらいあるかなと思っていて、はい、1つがまあ自己分析やりましょうというところ、はい、で2つ目が ES 書いていきましょうっていうところで、3つ目が面接の対策をしていきましょうっていう、まあ、その3つかなっていうふうには思ってますね。やらないといけないこととしては、はいはい、今の中にあった自己分析なんですけど、はい、自己分析ってなんかやったら止まらないじゃないですか、うん、いや、そうですよね、本当にどこら辺ぐらいまでできてればいいのかなっていう、うん、自己分析をやるポイントっていうのはもちろんあって、うん、自己分析自体の出来事っていう部分と行動っていう部分と、あとは思考、価値観、欲求っていうところで、そういう部分を、出来事から下にどんどん深掘っていくことによって自分の価値観だったりとか欲求を見つけていくっていうのが結構コツになるかなと思ってます、うん、なので一つの出来事、例えば野球とかに例えると、はい、野球を頑張っていたのって自分がめちゃめちゃ活躍したかったからなんだだったりとか、はい、それよりもチームを勝たせることだったりとか、チームに貢献させることが嬉しいっていうふうに思ってたからなんだだったりとか、自分の中のその野球をやっていたっていう出来事を一つを取ったとしても、その中の価値観が発見できるっていうのが あるので、そういった方法で、まあ、価値観まで見つけてくるといいかなっていうふうには思ってます、うん、ただこれを自分一人でやろうとするとめちゃめちゃ難しいっていうのがあるので、はい、そこら辺は周りの人と一緒にやっていきながらだったりとか、うん、そういう部分は推奨してるかなっていう形です。なるほど。自己分析でおすすめのツールとかやり方とかってありますか？マストリングスファインダーだったりとか TCL 分析っていうのを使いながら、それをなんか一つの手段として使っていくっていうのがいいかなと思っていて、はい、TCL 分析って何ですか？はい、TCL 分析っていうのは、苦しかった時の話をしようかっていう有名なその森岡さんが書いたものになっているんですけど、はい、T で言うとシンキング、まあ、自分を考えることが得意っていう部分で、コミュニケーションで言うと、まあ、人と話すことだったりとかが得意で、L で言うとリーダーシップっていうのがあって、で、まあ、そういう部分を見ながら、あ、自分ってこういう強みあるんだなだったりとかを発見していくっていうのはできるんじゃないかなっていうふうには思ってます。面接でどういう風に対策していけばいいとかって言いますか？ ありがとうございます。品質質問みたいなものって決まってるじゃないですか、はい、それって他の口コミサイトとか見てもらったら大体わかると思うんで、うん、もう質問集作ってしまって、はい、でその中で回答例を作っていくっていうことと、はい、テキストに起こすっていう作業と、うん、実際にじゃあ面接で伝えていくみたいなのって、はい、またちょっと違ってきたりする部分ありますよね。早期選考とかも今の時代就活としてイベントことがあるんで、はい、まあ、そこの場数を積み重ねていくっていうのは結局大事になってくるかなと思うんで、まあ、ちゃんと準備する、実際それを伝えていく、その中でなんか良かったこと良くなかったことみたいなのまた出てくると思うんで、それをまた、まあ、ノートに書き起こしていくみたいな、うん、なんかこの繰り返し作業をやっていくっていうのが一番いいやり方なんじゃないかなと思います。
もう一個就活生の大きな悩みとして、はい、自分のやりたいこととか行きたい企業があんまり分かんないっていう学生が多いと思うんですけど、うんうん、なるほどなるほど、どういうふうに企業を選んで受けていったらいいのかなっていうのをお聞きしたいです、うん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 、ちょっとコツとしては、うん、そういうインターンとか説明会を受ける中でその企業さんの説明を聞いた時の説明会にメモとか取るじゃないですか、はい、グッドバッドみたいな、ここは良かった、はい、ここなんかちょっと微妙かなみたいなのを、うん、なんかメモ書きしていくみたいな、はい、でそれがずらーってなんか20社25社っていうのをこう広げていった時に共通項見えてくると思うんですよ、うん、なんかそれをヒントにしていきながら方向性を策定 していくというか絞ってしまうみたいなのがいいやり方なんじゃないかなと思いますね。大学1年生からあんまりサークルに参加できなかったりとかで一人で就活進めてる人もいると思うんですね、うん、ES 面接ってやっぱ一人で準備するだけじゃなくて友達に見てもらったりとかも必要じゃないですか、うん、でもそういう人がいない場合ってどういう風に探していったらいいのかなっていうのが聞きたいです。まあ、その一人でやっていくよりかは誰か頼れる人に頼った方がいいかなっていうのはあるんじゃないかなっていう風には思います。ヨロダスサロンでもやっぱそういう仲間とかに出会うことって可能なんですかね。講座の中でグループのワークとかって用意させてもらってたりするんで、うん、その中で交流を図っていく人たちとか、はいはいはい、なんかそういう風に利用していただく方たちっていうのは、はい、まあ、結構、まあ、いらっしゃいます。いろいろ話聞いてきたんですけど、実際にいろんなサロンさんのサービス説明まだちょっとわからないので説明していただいてもよろしいですか。めちゃくちゃざっくり言うと完全無料のキャリアスクールサービスになってますと、うん、それだけだとよく意味わかんないと思うので、はい、まあ、大きく3つやってることありますと。で、1つ目がキャリア講座と、はい、教材を提供させてもらってますと。それも全部無料でもらえるんですか。あ、無料です、うん、ちなみにここにあるんですけど、大学受験の時とかに使うやつ。本当にそうなんですよ。こういうサービスやる過程の中ですごい思ったのは、大学受験までって参考書みたいなのめちゃくちゃあるじゃないですか、はい、本屋とかに、はい、ただ就活になった瞬間にそういうまとまった参考書みたいなものってなくなっちゃうんで、はい、あ、じゃあ作ったらいいよみたいな風に思って作ったのが一応この教材で、その教材とうちの中で講座をやってるんで、はい、ワークシート形式で講座を受けながら進めていけるっていうのがまず一つ目のそのコンテンツになってます、はいはいはい。で、次にワンオンワン面談の就活アドバイザーが全学生さんに対して担当がつくような形になっていて、教材内容とか講座内容を踏まえた上で分からないところとか詰まってしまう部分とかあるんで、まあ、そういうものをサポートしていくだったりとか、あとどんどん就活前に進んでいけばそれこそ方向性明確になってくるんで、その中であった企業とかイベントがあれば紹介しますよみたいな、まあ、形でやらせてもらったりとか、面接の対策をしたりとか、まあ、そういうのもやってたり、そんな感じのサービス。最後になるんですけど、今頑張ってる人間卒の就活生に向けて応援メッセージ一言いただいてもよろしいでしょうか。一番大事なのって自分の人生を明確にするだったりとか、自分の幸せを見つけるっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、そうなった時に、まあ、結構初めてやることだったりとかもあると思うので、めちゃめちゃ不安だったりとか心配っていうのもあるとは思うんですけども、まあ、いろいろサロンっていうところを使ってもらっても全然いいですし、まあ、そうなった時には私みたいな就活アドバイザーだったりとか、皆さんと二人三脚で頑張っていけたらなっていうふうには思ってます。なんか大きく2つ意識してもらえたらなっていうふうに思っていて、まあ、1つが視野を広げること、うん、あともう1つは自分の意思を持って最終的には決めてもらうことっていう、まあ、この2つかなと思ってます。結局自分の人生って自分でしか責任を負えないと思うからこそ、最終的には自分の覚悟というか意思を持った上で進路を選択するっていうことは、まあ、すごい大事なことなんじゃないかなっていうのは思います。今回の動画を見ていろだサロンさんに興味を持ってくださった方は、ぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。今回はありがとうございました。ありがとうございました。